皆さんこんにちは、ジーナでーす。今日のお題はじゃーん、ドトールでーす。今日はドトールの季節の商品をいくつかピックアップして紹介していきたいと思います。はい、では早速食べていきましょう。はい、で今日はですね、買ってきた商品なんですが、まず今ドトールではショコラフェアというのをやっていて、チョコレートを使ったドリンクとスイーツがいくつか出てきてるんですね。そのショコラフェアの、すごい外がなんかね、さっきから騒がしいんですよ。消防車が走り回ってますが、はい、そのですね、ショコラフェアのスイーツの商品全品と、あとこっちですね、ミラノサンド、最近出てきた新しいミラノサンド、これも一緒に買ってきました。じゃあこのミラノサンドからいきましょうか。はい、もうちょっとこれカットしたんですけど、これがですね、最近出た、ミラノサンドで、煮込みビーフとカマンベールチーズ、中にお肉、そしてカマンベールチーズ、いろんなお野菜も入ってますね。あ、これ普通にお肉なんだ。あ、お肉なんだって変だけど、私あのね、ハンバーグだと思ってた。煮込みハンバーグとカマンベールチーズなのかなと思ったんですが、普通にあの角切りの牛肉ですね。うわ、美味しそう。肉の旨味がね、しっかり入ってますよ。で、そこにね、カマンベールチーズが結構大ぶりに入ってるんで、すごい美味しい。あ、なんかすごいコクがあると思ったら、これね、ポテトグラタンベース。ポテトグラタン、確かにね、ポテトグラタンの味がする。牛肉と相性の良いクリーミーな味わいのポテトグラタンベースに、赤ワインを使ったソースで煮込んだ牛肉とカマンベールチーズを乗せって書いてある。確かにね、これ口の中入れると、お肉とそのドミグラスみたいな、あのワインで煮込んだようなソースの味と、それ以外にすんごいね、クリーミーな味が広がるんですよ。ポテトサラダかポテトグラタンみたいな、そんなイメージだったんですけど、ポテトグラタンでしたね。で、そこにさらにカマンベールチーズじゃないですか。コクに、あと塩っ気、すっごいね、味が濃くて美味しいです。お野菜はね、結構シャキシャキで新鮮ですよ。あ、お肉ジューシー、すっごい脂身も感じられるね。牛肉が結構大ぶりにしっかりカットされたのが入ってます。もうね、ミラノサンド大好きなんですけど、もうこういうあの季節商品もね、毎回なんかこういう贅沢感のある感じで美味しいですよね。このね、ポテトと牛肉の組み合わせ最高で、さらにそこにカマンベールチーズじゃないですか。もうね、めっちゃボリューミーです。はい、ミラノサンドのこれ季節の商品ですかね。煮込みビーフとカマンベールチーズ、これなんかね、お店によってちょっとラインナップ違うお店もあるみたいなんで、お近くのお店でこれあるようだったら、ぜひこれおすすめです。食べてみてください。はい、ではショコラフェアの方の商品に行きますね。今日はちょっとドリンク用意しなかったんですけど、今あのチョコレートを使ったね、ドリンクも2種類出てますので、もしそちらも気になる方はチェックしてみてください。じゃあこれいきましょうか。このケーキですね、ショコラムース。はい、こんな感じでスポンジとムースがね、重なっている商品になります。これムースなんだね。めちゃくちゃ濃厚そうに見えるけど、これ美味しい。ムースなんて言うから、なんか結構さっぱりめの味なのかなって勝手に思ってたんですけど、とんでもないですよ。めちゃくちゃ濃厚。これね、中にチョコチップも入ってて、それがさらに濃厚さを引き立てつつ、食感めちゃくちゃいいです。これね、ベルギー産のチョコレート4種類使ってるんですって。すっごい濃厚。しかもこれあの、やっぱりムースだから舌触りがすごく良くて滑らかなんですよ。
もうね、口の中でね、じゅわっと溶けていく感じがね、すごくいいですね。うん、チョコチップがいい。結構ね、パリパリいうぐらい入ってますよ。あ、これね、チョコレートのドリンクも一緒に出てるけど、私はこれはね、ブラックコーヒーに合わせたいです。こんだけね、甘くて濃厚だから、ドリンクまで甘くしちゃうとちょっとね、お互い喧嘩しちゃって、ちょっともったいないかなって感じがしますね。コーヒー絶対合う、これ。ドトールのじゃないですが、コーヒー。最高。はい、めちゃくちゃチョコレートが濃厚で、カカオの風味も豊かな美味しいショコラムースです。すごく滑らかで食べやすいし、コーヒーにもよく合います。ぜひこちらも試してみてください。はい、続きましてこちらですね、ショコラのワッフルケーキ。これね、ちょっと2個買ってきたのに理由があるんですけど、なんかね、温め推奨って書いてあったから、そのまま食べるパターンと、温めもレンジなのかトースターなのか、ちょっと2種類試してみようと思って、一応2つ買ってきました。はい、こんな感じですね。持った感じはね、めちゃくちゃ柔らかなんですが、これね、中のね、チョコがすっごい硬い。もうこれね、板チョコかっていうぐらい、ちょっと柔らかめの板チョコとかソフトクッキーみたいな、そんな硬さなんですよ。これやっぱりね、温めるとここがね、ちょっと溶けてく感じなんじゃないかな。まずちょっとこのまま食べてみます。もう結構ざっくりだもん。これワッフルのね、弾力じゃないんですよ。中のね、チョコレート、ほら、結構しっかり入ってます。うん、ワッフルはね、甘い。あ、これオレンジピール入ってますね。ちょっと想定外で今びっくりしちゃった。オレンジピールも入ってます。で、さらにそのチョコクリームとチョコチップ、だからしっかりめのチョコクリームとさらに硬いチョコチップ、そして味のアクセントにオレンジピール。ワッフルはふわふわで甘いです。でもこれやっぱりね、そのまま食べるとちょっとやっぱもったいない感じがする印象ですね。これはやっぱりね、食べるときには何かしらの方法で温めた方がいいですね。お店だとね、温めてくれます。じゃあちょっとこれね、あと1個半あるんで、レンジで温め、トースター、レンジで温めてさらにトースター、ちょっと3種類やってみようと思います。はい、今これね、レンジでチンしてきました。30秒ぐらいやると思ったら、結構ね、もうね、20秒過ぎたあたりで結構湯気とその温まった感が出てきたので、ちょっと慌てて25秒でね、取り出しました。うん、全然違う。このね、塊になってたチョコが柔らかくなって、このワッフルとね、一体化してね、すごい美味しい。チョコの風味とか甘みもね、一層高まった気がしますね。ただちょっとワッフルはね、もうなんか若干ベチャっとなっちゃいます。その辺が気にならなければレンジもいいですね。はい、でこれはね、トーストバージョンです。トースターでね、1分トーストしました。おお、うん、あ、こっちもいいね。あのね、トーストするとやっぱりワッフルがパリッとするからサクサクしてね、で中のクリームもちょっと柔らかくなって、これはこれで美味しいですよ。でもその中のクリームが一体化する感じっていうのはレンジの方が強い気がしますね。そこで今度はこれちょっとレンチンして、それをちょっとトーストしてきました。お互いのいいとこ取りにならないかなっていう。ちょっと食べてみます。うーん、これ私好き。内側はちゃんとしみじわで、外側がサクッとします。まああとはここまでやるかですよね。もしお時間に余裕があれば、このちょっと方法ね、私はおすすめですね。中はしみじわ、外はさっくり、いかがでしょう。いずれにしてもこれね、熱加えた方が絶対いいですね。
お店で食べるときもね、温めて食べた方がいいと思います。はい、濃厚なチョコレートクリームチョコチップ、アクセントにオレンジピールの入ったふわふわのワッフルです。こちらもぜひ試してみてください。はい、じゃあ最後これですね、ベイクドショコラクッキー。これね、スナックのコーナーにあります。あのね、ほら、あのアンドナッツとかどら焼きとか、あの辺があるコーナーですね。うん、サクサク、森永マリービスケットかっていうぐらいサクサクです。私の中にね、サクサクビスケットの代表格はマリーです。で、中に結構ね、細かめのチョコチップがまんべんなく散りばめられているので、口の中に入れてその砕いた時にね、どんどんチョコが溢れ出してくるような、チョコ濃厚ですね。うん、はい、こちらも気楽につまめるクッキーですね。ぜひこちらもいかがでしょうか。はい、ごちそうさまでした。ずっと気になってました、ドトールのショコラフェア、そしてミラノサンドの新作、どちらもとっても美味しかったです。もうね、チョコレート好きの方、特に私と同じ、もうね、めちゃくちゃ濃厚なチョコレートが好きな方は、でもショコラムース、あれね、絶対食べてください。もう大丈夫、濃厚です。安心してお買い求めください。必ず満足していただけると思います。他の商品も美味しかったんですけどね。やっぱチョコレート好きなら、あのショコラムース外せないと思います。お店で食べるなら、ぜひあのコーヒーとね、合わせて。でも私のおすすめは、あれはね、ブラックコーヒーに合わせた方がいいんじゃないかなと、ちょっと個人的な好みでもありますが、思いました。うん、そのくらいね、チョコが濃厚でね、他のものにちょっと邪魔してほしくないような、そのくらいチョコレートが美味しかったです。あとミラノサンドですね。普段からミラノサンドを頼まれることが多い方はですね、もう一度はちょっと今のこの新作、試してみていただけるといいんじゃないかと思います。ゴロゴロお肉とポテトの組み合わせがとてもいいですね。はい、では今日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次回もお待ちしています。ジーナでした。